そこだね、あの山だ。あそこに今から行ってみます。いたしました。発車いたします。行ってきます。北の方でスタッフが見送っております。行ってきます。本日はようこそ日の山ロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。ではただいまより山頂日の山駅までご案内いたします。このロープウェイは全長439メートル、所要時間は約3分となっております。今年で開業65周年を迎えました歴史あるロープウェイでございます。眼下に関門海峡の絶景が広がってまいりました。この山が日の山と呼ばれますのはその昔のろしを上げていたからで、遺跡の襲来を知らせる九州からののろしをここで受け、宇部山口と引き継がれ遠く京都まで運んでいたのでございます。明治以降は要塞となっておりましたが、昭和31年に瀬戸内海国立公園に編入されまして、またこのロープウェイも開設されまして、毎年多くのお客様をお迎えしております。今日は本当に綺麗ですね。良かったです。まもなく下りのゴンドラが降りてまいります。左側から降りてまいります。ちょうど中間地点ですれ違います。行ってきます。こういうことになっております。眼下を流れる関門海峡は源平合戦をはじめ、明治維新の皮切りとなった馬関戦争など歴史の変わり目にその存在感を示してまいりました。またその周辺のアルカポート沿いではバラエティ豊かな海の生き物やイルカショーが人気の海峡か、お買い物が楽しめるカモンワーフ、また新鮮なお魚が味わえるカラト市場などがございます。対岸の門司港レトロへも船で数分で渡れるなど、海峡を丸ごと楽しむことができるようになっております。まもなく日の山駅に到着いたします。山頂には展望デッキをはじめ、戦艦大和の砲台や映画のロケ地となった場所などがございます。どうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。なおロープウェイは20分おきに発車しております。お帰りの際にはどうぞ5分前には改札口周辺へお戻りいただきますようよろしくお願い申し上げます。それではどうぞお気をつけていってらっしゃいませ。